皆さんこんこにちは講講座専任講師の久保田です今回は皆さんのです、ね、熱い期待にお応えする形で2018年の宅研試験の出題内容とこの「フォーサイトのテキストの記述内容ですねそれぞれを付き合わせた結果これをです、ね、皆さんにご紹介しようと思います。早速ですが資料をご覧ください。 はい、画面ご覧いただくと科目別のカバー率ということで、その内訳を掲載しました。まずですね。皆さんが必ず得点源としなければいけない宅建業法をご覧ください。これ脅威と言っていいと思います。96.3%のカバー率となっています。次に法令上の制限ですが、驚くと思います。驚いて構いません。 この理由は後で詳しく説明しますね。次にその他の法令これも順当ですね75.0%そして最後権利関係これもですねもしかしたらある意味脅威かもしれませんなんと57.1%となってますこの根拠も親切丁寧に説明をしますので驚かないでください。結果 全部でですね、宅検試験というのは50問の出題があって、4択です。合計200の足、このうちトータルでは155足について、フォとのテキストではカバーしていました。結果として77.5%という数字が出ています。はい、以上がですね、全体のカバー率となってますので、以下は一緒に各科目ごとのカバー率を一緒に見ていきましょう。 はい、まず最初、宅研業法ですが、これはですね、もういちいち触れる必要ないと思います。ただ、定義だけですね、伝えさせてください。〇ありますね。〇というのは、そうですね、例えば第37問目、ご覧ください。〇というのは、テキストにそのまま記述があった場合を指しています。一方、バスというのは、テキストに記述がなかったパターンになります。そして、難易度 A ってありますね。 例えば問いの36で A とありますがこれは何が何でも得点しなければいけない科目さらにはですね難易度 B というのはやや難しいんですができれば得点してほしいですね問題さらに CD となりましてまあですねこの卓建業法では CD のものは少ないんですが例えば D ランクのものは これがですね解けなくてもあるいはですね理解できなくても合否には影響がない問題となります。その定義をですねこのバツで確認をしておいてください。全体のですねお話となりますが、宅検業法全体ではですね先ほども言いましたが96.3%のカバー率となっていましたということです。その下コメントですね 宅見業法の選択肢は全部で80あって77の選択肢についてテキストの内容とですね一致していました。繰り返しになりますが96.3%のカバー率です。でこのですね卓見業法は勉強すればするだけ得点源になります。この4サイドでは満点の20点を目標にしています。ただ実際にはやはりですね実務の問題で解けない問題も出題がありますので。 ただですね、この目標点20点をそのままですねカバーしている実証されたと言えるかなというふうに思います。続いてですね、法令上の制限ご覧ください。法令上の制限で見ていただくともしかしたら問いの18そして問いの21でえちょっとこれですねカバー率低いんじゃないのと思うかもしれません。これには理由があります。 まず問いの18ですがここはですね、建築基準法という法律から出されていまして今回の年はですね、単体規定というですね、かなり細かいですね、出題がありましたですからこのです、ね、フォーサイトのテキストでは思い切りばっさり切ってそういったですね、分野は載せてませんさらに問いの21ここはですね、土地区画整理法からの出題なんですがフォーサイトでもテキストに載っています。ただ、毎年難問がですね、 たくさん出ますのであえてですね記述を薄くしている。これも繰り返しになります。法令上の制限ではですね、放サイトでは8点のうち6点を合格目標としているんですね。そうしますとこの2問が解けなくてもその他のですね6問が比較的得点しやすい問題内容となってますので資料をご覧ください。 下の方に書いてありますが法令上の制限8台中6点の目標点をクリアということで下から2行目ですね「フォーサイト」では法令上の制限については繰り返しますよ8台中6点を目標点としていますので仮にこの2問でですね得点できなくても8台中6点はゲットすることができますので合否には影響がないということが言えます。続いて その他の他法令ご覧くださいここでもですね特徴的な部分がありまして例えば問いの47と問いの50ですね。47ご覧いただくと難易度 A つまり必ずゲットしなきゃいけないけれども意外とカバー率低いと言えますね。さらに50番も難易度 A という割にはカバー率低くなってますこれにも理由があります。 まず、問いの47については、広告に関する規制でかなり細かいです、ね、規定がたくさんあります。これをいちいち勉強してるとボリュームがあって大変です。ただ、それを補うという方法がありまして、宅建業法の知識があれば解けるということがあるんですね。さらには、講義でもですね、私散々言ってるんですが、この細かい広告の規定は、宅建業法の立場、つまりお客さんに立って優しい立場に立てば、 簡単に解けますよということで難易度 A としてますさらに問いの50番ここは建物の問題なんですねまあ詳しくはですね皆さんセンターのホームページを見ていただけばわかりますがこれにも理由があります資料をご覧ください資料の下の方でその他の法令8台中6点とありまして上から3行目どういった問題だったかというと一般常識で実は問いの50は解けたんです 皆さん鉄は燃えないけれども熱に弱いこれはですね常識でわかると思いますこのような常識で分かるようなことは実はフォーサイトトではテキストに載せせてませんなぜかというとテキストに載せなくても分かるような余計な記述を省いてページ数を少しでも薄くしてますからこういった関係でですねテキストを少しでも薄くしても合格できるこれがですね フォーサイトのテキストの特徴の一つとしてお考えください続いて最後の科目権利関係を見ていきましょうはい権利関係ボリュームがたくさんありますね実はこれ見て驚くと思います罰がやけに多いなと思うかもしれませんがこれにも理由があります下の方のコメントをご覧ください 権利関係はですねまさに合格点主義を貫いた結果の57.1%と言いますなぜかというとまずフォーサイトの目標点は14問中7問なんですねで、これはです、ね、確かに正直言いまして素直に申し上げますと低いんですただこの低さにも理由がありますなぜかというと確かにです、ね、他の学校では権利関係は宅建業法に続いて 出題数が多いのでこれ昔よく言われたんですね権利関係を制するものは宅検を制すると言われてましたしかし今は時代が違います単なる知識だけを問われる問題ではなく事例中心であったりあるいはですね試験センターもいろんな学校のテキストを調べてますのでどのテキストにも書いてないような判例に関する問題も出してきますじゃあそれに立ち向かうためにはどうするのか 膨大かつハイレベルなです、ね、教材そして講義が必要になります。ただこれをやっていてはめちゃくちゃ時間がかかります。効率よくがっちり得点しさらに合格するためにはあえて範囲を絞る言い換えれば取れるところはしっかり勉強し取れないところはあっさり捨てるという勇気も必要なんですね。もちろんどこが 捨ててるる分分野野ななののか、か、そしてどこが取れる分野なのかつまり勇気を持って捨てる分野というのはフォーサイトのテキストではしっかりと明示していますので安心してください。はい、以上でですね出題カバー率のお話は終わりとなりますが皆さんいかがでしたでしょうか最後に皆さんにお伝えしたいのはもちろんですねフォーサイトの教材の良さになりますが 皆さんの合格に必要なもの、それは3つあります。1つは分かりやすいテキスト、2つ目が分かりやすい講義、さらには効率よく勉強すること、この3つがですね、皆さんの合格には必要となります。この3つ全てがフォーサイトには全部揃っています。ですから皆さん、私と一緒に頑張りましょう。